はい、皆さんこんにちは。サトチャンネルへようこそ。今回はですね、このスズキのスイフトスポーツですね、あの ACC アダプティブクルーズコントロールを使ってですね、首都高をドライブしていきたいと思います。まあ首都高じゃどんな感じで使えるのか試していきたいと思いますね。それでは早速首都高にレッツゴー。はい、ということですね、今回は首都高のドライブに来ました。まあ、とりあえずですねフルコン使ってみましょう。もうこれでね、もう勝手に走っていきます。スイフトスポーツのですねフルコンは追従性があるので、まずなんていうんですかね、前の車に、まあ、ロックオンできたらですね、そのまま前と同じ距離でずっともうこの距離を保ちながら走っていく感じですね。まあ昔と昔ですとね、もう低速だったので、もう60キロだったら60キロずっと同じ、前詰まっても同じ距離を保てないようなねクルーズコントロールだったんですけど、最近はですね追従性なので、前が60キロだったら60キロ、80キロだったら80キロっていうね、もう勝手にスピードをね変えてくれる感じでね、いいですよね、楽ですよね。もうアクセルもブレーキも踏まなくていい感じなので、もうハンドルだけ握ってればって感じですね。だから多少なりともね疲れは軽減されるとは思うんですよね。ただその速度をね、まあ、設定していけば、まあ前がいなくてもねその速度以上は出ない感じにはなるんですけども、まあ、こういう風に、ね、前の車いなくなったら勝手にスピードがだんだん上がっていってですね、まあ、これで前に近づくとこう勝手にブレーキかかるんですけど、結構スズキのねこのブレーキはですね結構きついんですよね。ですごいのがですね、マニュアルなんですよね。マニュアルでクルコン作ってすごいですよね。あ、でもちょっと40キロ切っちゃうとですね、ちょっと効かなくなっちゃうんですね。自動解除になっちゃうので、この辺がちょっと残念なとこですかね。まあ、これでスピードデーモはまた勝手にセットすればね、追従してくれるので。それとハンドルのリモコンでですね、距離を選べるんですよね。3段階あるんですけど、今2段階目なんですね。で、3段階だとちょっと遠く離れちゃう感じですかね。これが3段階ですね。ちょっと都心環状線の方行ってみましょうかね。で、これで前のトラックをターゲットにすると一気にですね、こう離れて行くんですけども、これだとね結構離れますね。さあこのカーブでですねターゲットは失うか失わないか、あ、失いますね。この距離だとさすがに、ちょっとねブレーキが雑ですね。前にですねスバルの車を乗させてもらったことあるんですけど、あれはスバルはすごいですね。本当丁寧なブレーキングもするので、スバルはすごいですね技術が。まあ、これでまた、ああこれちょっとキュッてするブレーキですね、カクンって感じのね。まあ、距離を縮めてみましょうか。これが1段階の距離になるので多少近づくとは思うんですけども、滑らかには走ってきますね。まあ、大体
まあ一番近づいてこんぐらいなんで、あんま分かりづらいっちゃ分かりづらいですね、正直。この距離なら見失わないですね、前のターゲットは。ああ、大丈夫ですね。全然ヌルコン使ってもヌルコンちょっとね、やっぱ距離が空いちゃってるので、さっきみたいにちょっと入ってきようとする車もありますね、この距離だと。まあでも首都高を走る分には今のとこ大丈夫ですね、都心環状線。ああ、まだ都心環状線じゃねえか、まだ5号線ですね、すいません、間違えました。まだ5号線ですね、5号線だとまだ全然大丈夫ですね。これをやっぱね、3つにしちゃうとちょっとターゲット見失っちゃいますね。これ3つなんですよね。これだとどうですかね。見失わないか。ここでいなくなるとですね、なっちゃうんですね、3本だと。ちょっと2本で行ってみましょうか、真ん中ね。真ん中だと、真ん中は大丈夫そうですね。前をロックオンして外回りから行ってみますか。これでロックオンしたら、おーすごい急ブレーキ、いきなりガツンときますね。まあ多分これからどんどん進化して滑らかなブレーキングにはなると思うんですけどね、まだちょっと技術にはまだですかね、これからですかね、進化は。今都心環状線入りましたね、これで。あーすごい、タンカーがすごいっすね。日陰の方が、お、隣に止めちゃおうかな、GR ヤリスの。